このような院長だから慎吾は死んだのだと思いました。このような部長だからこのような上司だから死んだのだと思いました。環境に恵まれずかわいそうなことをしました。江南医療センターの専攻医だった高島慎吾さんはおととし5月に自ら命を絶ち、原因は長時間労働だとして労災認定されました。労働基準監督署の調査では高島さんが亡くなる直前の1ヶ月の時間外労働はおよそ200時間、ある日の当直勤務が終わったのは40時、翌日の午後4時まで連続で勤務していたということです。遺族は病院が長時間労働を改善しなかったなどとして病院側に合わせておよそ2億3400万円の損害賠償を求めて裁判を起こしました。今日の裁判で高島さんの母が涙ながらに語ったのは、二度と同じような犠牲が出ないでほしいという思いでした。裁判をきっかけに医師の労働環境を改善し命を救う、それが慎吾の望みを叶えることだと確信しています。一方、病院側は長時間労働が原因で自殺に至ったことは否認する。病院にいた時間すべてが労働時間ではなく、専門医になるためなどの自主的な研究、自己研鑽の時間も含まれる。このように書面で主張し、訴えを退けるよう求めました。裁判後の会見で高島さんの母は、自己研鑽の時間が取れないほどだったと業務の実態を明かしました。月当たり155時間。慎吾は自己研鑽をする暇もないほど業務を課されていました。自分で調節できる本当の意味での自己研鑽ができなくて苦悩して、そして遭難してしまったのです。世間の方々に命を預ける医師の過労問題を自分事として捉えていただきたい。もう本当に切にこれを願います。裁判について江南医療センターは、裁判所のご判断をいただきながら事実関係を探求することが重要であると考えていますとコメントしています。慎吾さんは亡くなる直前の1ヶ月時間外労働200時間を超えるということで、本当に太田さん過酷な状況だったと思います。これよく自己研鑽という言葉でね、労働時間がこれ認められないケース、これ医療現場でやっぱ起きてるわけですよね。その自己研鑽すらできなかったって、これ大問題なんですよね。このお母さんのお話で慎吾さんやっぱりこう医者になりたかった、命を救うためにね医者になられたと思うんですよ。で命を救うためにこの裁判をされてるっていうお母さんの思いですよね。私ぜひこの裁判で慎吾さんの尊厳をですね、回復していただきたいと思いますね、本当に。はい、そして、ご遺族の方もこの命を預ける医師の過労問題である、だから皆さんも自分事として捉えてほしいというふうにおっしゃってらっしゃいました。どうしたら病院が慎吾さんの死に向き合うのか訴えてらっしゃいます。病院側がどう向き合うのか、その姿勢が問われています。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。